では今日最初のニュース、台風18号についてです。非常に強い台風18号、久米島の西の海上を北上していて、沖縄から遠ざかりつつありますが、猛烈な雨と風のため宮古島など各地で被害をもたらしました。県内では風が強く波が高い状態が続いているほか、台風を取り巻く雨雲もかかっています。気象台は引き続き高波や土砂災害に警戒するよう呼びかけています。台風18号による激しい大雨と暴風、宮古島地方や石垣島地方で長時間にわたって激しい雨が降り続き、暴風が吹き続けました。今日午前1時前、気象台は宮古島市では50年に一度の記録的な大雨となっていると発表。宮古島市では24時間に降った雨の量が3つの観測地点で過去最大となるなど、記録的な大雨となりました。宮古島市は広範囲にわたり停電、一時全世帯の9割近くが停電しました。どうも電気が復旧しないとですね、ちょっとエアコンもつかない状況になるので、もう部屋で缶詰状態です。もうしょうがないですよね。一夜明け、台風の暴風域を抜けた宮古島市内、島内の複数の場所で根元から街路樹が折れるなどして道路の一部を塞いでいました。道路が冠水して車が立ち往生しています。こちらの建物ではドアのガラスが割れて散乱しているのが確認できます。このほか自動販売機が倒れたり、トタン屋根が車に覆いかぶさるなどの被害も確認できました。また市内の広い範囲で停電が続きました。沖縄電力によりますと、午後5時現在、宮古島市のおよそ7割にあたる16,210戸と多良間村の390戸が停電しています。沖縄電力では現在復旧作業を進めているということですが、今のところ停電の解消のめどは立っていないということです。これがぶつかって、市内の集合住宅ではベランダにある隣の部屋との仕切り板が壊れたり、窓ガラスが割れたりする被害が出ました。こちらは今日昼前、多良間島のサトウキビ畑です。先週植えたばかりのサトウキビが水に浸かった状態になっていました。宮古島では住民たちが飛び散った木の枝や葉っぱなどの後片付けに追われていました。飛んできた葉っぱの撤去そう、なんかいろいろ飛んできてるんで、それを取ってます。めっちゃ大変です。台風18号の影響で今日は空の便、海の便ともに欠航が相次ぎました。明日は空の便は平常通りの運航を予定しているということですが、海の便はすでに一部の便の欠航が決まるなど、引き続き影響が残る見通しです。空の便は今日これまでに琉球エアーコミューターの那覇空港や宮古空港、新石垣空港を発着する20便など、航空各社で合わせて29便が欠航しました。航空各社によりますと、台風が遠ざかっていることから、明日は平常通りの運航を予定しているということです。また、海の便は、今日
宮古島や石垣島と周辺の離島を結ぶ便と本島と周辺の離島を結ぶ便のほとんどの便が欠航しました。明日は多くの船会社が海や風の状況を見て運航を決めるということですが、那覇と粟国島を結ぶフェリーなど一部の便ではすでに欠航が決まっていて、引き続き台風の影響が残る見通しです。船会社では明日の朝ホームページなどで最新の情報を確認してほしいとしています。ここからは宮古島で取材を続けている鈴木記者に聞きます。鈴木さん、観測史上最も多い雨が降った宮古島です。昨日から今日にかけてはどういった様子だったでしょうか。はい、昨日から今日にかけての台風の様子なのですが、室内にいても風や窓に打ちつける雨の音がすごくて、今回の台風の強さ、また恐ろしさというものを実感しました。話を聞いた住民の一人は、窓の庇から雨が染み出てきて対応するのに一苦労でしたと話していました。はい、鈴木さん、取材の中でどういった被害を目の当たりにしましたでしょうか。はい、一夜明けて市内を回ったのですが、台風の被害として特に目立っていたのが停電と倒木です。道路上には枝や葉がたくさん落ちていて、木が真っ二つに折れているのも見ました。ご覧のようにですね、現在も歩道上に大きな木が覆われているのが確認できます。また停電に関してなんですけれども、今回の台風では長時間にわたって停電が起きていて、住民や観光客が不安そうな表情を浮かべていたのが印象に残りました。はい、停電でやはり不安だという気持ちもあったかと思いますが、取材を通じてどういったことが台風への備え、はい、必要だと感じましたか。はい、停電もそうなのですが、その際にスマートフォンで、台風の情報を得ようとしていた住民の方がいたのですが、その方が夜途中で、スマートフォンのバッテリーが切れてしまい、台風の情報を十分得ることができなかったと話していました。常にですね、携帯型のバッテリーを備えておくなど、いつ災害が起きてもいいように事前に想定をして準備をしていくことが必要かなと感じています。台風に対しては、どれだけ備えても備えすぎることはないと感じます。はい、中継で鈴木記者に宮古島から伝えてもらいました。やはり鈴木記者を伝えました通り、はい、本当に大丈夫だと思ってもその準備、早めの準備っていうのは必要だと感じました。気象台は引き続き高波や土砂災害に警戒するとともに、発達した積乱雲の下での落雷や竜巻などの激しい突風にも十分注意するよう呼びかけています。十分ご注意ください。ではここからは気象予報士の斉藤彩乃さんと詳しくお伝えします。今回の台風18号ですが、暴風が心配されていましたけれども、雨もですね、すごかったですね。そうですよね。宮古島市では24時間に降った雨の量が多いところで500ミリを超え、気象台は宮古島市で50年に一度の記録的な大雨という情報を発表しました。宮古島地方に台風が最も接近した昨日からの雲の動きを見てみたいと思います。はい、強い台風18号は昨日午後5時ごろ、宮古島の東北東50キロにまで近づき、この頃最も接近したとみられます。はい、その後台風の目がはっきりとしてきます。そうですね、午後7時には非常に強い台風に発達しました。はい、非常に強い台風になったということなんですが、今回、これだけの雨が降ったというのはなぜでしょうか。はい、大きな理由の一つがですね、大陸の高気圧が台風の行く手を阻んで、台風の動きがゆっくりだったためなんです。高気圧が行く手を阻んだ。そうなんです。うん、このため長時間暴風と大雨が続きました。はい、宮古島市ぐすくべで今日午前6時までの24時間に533ミリ、宮古島で479ミリの雨が降りました。
いずれも観測史上最も多い雨の量です。観測史上最も多い、もう本当に記録的な大雨だったんですね。そうですね、はい、今後この雨や台風進路どうなるでしょうか。はい、宮古島地方の雨一旦小康状態となりますが、台風の南側の雨雲がかかる恐れがありますので、今後も警戒が必要です。また台風はですね、明日には進路をこう東寄りに、ね、変えるとみられます。はい、でこの進路を変える地点、そしてタイミングによっては本島地方で雨や風が影響が残る可能性があります。ちょうど赤い線は本島地方にかかってますね。そうなんですよね、はい、明日以降の予報円また大きくなってますよね、これ。そうですね、はい、予報が定まっていないという証拠なんですね。はあ、今後も最新の台風情報を確認してください。うん、今後はどういった点に注意して情報を得たらいいですか。そうですね、こちらご覧いただきたいと思うんですけれども、はい、これまでに大量の記録的な雨が降っています。はい、少しの雨でも崖崩れなど土砂災害が起きる可能性がありますので、危険な場所には近づかないようにしてください。はい、台風で折れた枝、先ほども中継でありましたね。そうですね、はい、屋外での作業をされる方が多くなると思うんですが、明日からまた気温が高くなるとみられます。上がるんですね。はい、屋外での作業中は熱中症に十分注意してください。はい、また海上ではうねりを伴って波の高い状態まだ続いています。雨が上がっても波が高い間はマリンレジャーは控えるようにお願いします。今後も台風情報や気象情報を確認して安全に作業などを行ってください。それでは各地の天気、今日の気温からお伝えします。最高気温です。那覇29度1分、久米島28度3分、宮古島28度1分、30度を下回り10月並みの気温です。南大東島は32度9分、最も暑い7月の気温を上回りました。警報です。本島地方と宮古島地方、そして八重山地方に波浪警報、宮古島市に大雨警報が出ています。明日昼前まで土砂災害に警戒してください。注意報です。ご覧の広い範囲に雷と強風の注意報、那覇市、南城市、榛原町には大雨注意報です。広い範囲に雷、強風、それに大雨注意報のところもあります。広く雷と強風、名護市に大雨注意報です。ご覧の地域に雷と強風、大東島地方に雷と波浪注意報が出ています。海上警報です。海上台風警報が東シナ海南部に、海上強風警報が沖縄南方海上と沖縄東方海上に出ています。明日の天気です。本島中南部北部久米島、雨、昼前から曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。大東島地方曇り、昼前から夕方は晴れ、ところにより昼前まで雷があるでしょう。降水確率は本島地方午前 60%、 午後 30%、 大東島地方午前午後 20% です。先島諸島です。宮古島地方曇り、昼前まで時々雨、後晴れ、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。石垣島地方晴れ、明け方まで曇りでしょう。与那国島地方は晴れるでしょう。降水確率は宮古島地方午前 50%、 午後 20%、 八重山地方は午前午後ともに 10% です。明日の気温です。予想最低気温は本島地方南大東島27度から28度、予想最高気温は本島地方今日より3度から4度高い32度、南大東島は33度。明日は高温注意情報が発表されました。急に暑くなりますので熱中症に特に注意してください。先島諸島です。予想最低気温27度から28度、予想最高気温今日より大幅に上がって32度から33度です。こまめに休憩と水分をとって熱中症を予防してください。週間予報です。台風や湿った空気の影響の残る本島地方、大東島地方でも土曜日ごろから天気回復してくるでしょう。日曜日には晴れるところが多くなりますが、日曜日にかけて海上では大しけとなるところがあります。マリンレジャーなどは控えるようにしてください。気象情報をお伝えしました。ニュースを続けます。沖縄で去年4月、アメリカ軍の元軍属の男が
20歳の女性に暴行を加えて乱暴しようとした上殺害したとして殺人の罪などに問われている事件の裁判員裁判は今年11月に初公判が行われ12月に判決が言い渡されることになりました。裁判では殺意の有無などが主な争点になるものとみられます。アメリカ軍の元軍属ケネフ・シンザト被告は去年4月うるま市の路上で当時20歳の会社員の女性に暴行を加えて乱暴しようとした上殺害したとして殺人などの罪に問われています。事件を審理する裁判員裁判に向けて今年3月からは裁判所と弁護士それに検察官が証拠や日程などについて協議を重ねていました。那覇地方裁判所が裁判の日程を明らかにしそれによりますと初公判は今年11月16日に行われその後2回の審理を経て12月1日に判決が言い渡される予定です。新里被告について弁護士は遺体を遺棄した罪などは認めているものの殺人の罪は否認しているとする一方起訴した検察側は殺意を持って犯行に及んだとしていて裁判では殺意の有無などが主な争点になるものとみられます。新里被告が逮捕されてから1年4ヶ月事件を審理する裁判員裁判の開始が決まりました。捜査関係者によると新里被告は逮捕直後遺体を遺棄した容疑や殺害した容疑を認めていましたがその後は黙秘を続けていたということです。一方検察が起訴状で女性を刺したとするナイフは未だ見つかっていません。女性はなぜ被害に遭わなければならなかったのか被告は法廷でどういう言葉を発するのか事件の真相の解明に注目が集まります。続いては深刻な交通渋滞の緩和に向けた取り組みについてです、はい、沖縄本島では通勤時間帯に渋滞が激しいですよね、はい、そうですね、このようにで公共交通機関の利用が少ないというのがより渋滞を深刻にしているという一つの大きな原因となっています。こうした状況を改善しようと路線バスで通勤したりラッシュの時間帯を避けた時差出勤をしたりして効果を調べる実証実験が明後日から始まることになりました。実験を行う国は多くの企業の参加を呼びかけています。沖縄総合事務局はマイカーではなく路線バスで通勤したりラッシュの時間帯を避けた時差出勤をして県内で深刻な交通渋滞を解消する効果を調べる実証実験を明後日から1週間行うことにしています。今日、那覇市で開始式が行われ江崎沖縄北方担当大臣が挨拶をしました。皆さんこんにちは。公共交通の活性化が渋滞解消の一つの鍵を握っており県民意識をマイカーから公共交通機関利用へ変えていく必要があると考えている次第であります。交通渋滞続いて県経営者協会の浅戸正俊会長が渋滞は経済にとっても損失で会員企業で協力に取り組みを進めたいと述べました。実験に参加する場合は通勤手段を変更する従業員の数などをあらかじめ登録してほしいと沖縄総合事務局は呼びかけていて一人からでも参加できるということです。実証実験に合わせて那覇市にある沖縄総合事務局の庁舎では渋滞の実態を紹介したパネル展も始まり県内の多くの児童生徒が学校に自家用車で送ってもらっているため夏休みの8月は学校周辺の渋滞が改善していることなど、ことなどが紹介されています。政府と沖縄県などが沖縄の基地負担の軽減策を話し合う作業部会が総理大臣官邸で開かれ富川副知事らはオスプレイについて大分での緊急着陸などの原因が究明されるまで飛行を停止するよう求めました。これに対し政府側はアメリカ側に安全確保を求めるとして訓練の実施などに理解を求め
平行線に終わりました。作業部会はおよそ4ヶ月ぶりに開かれ、政府側から杉田官房副長官が、沖縄側から富川副知事らが出席しました。この中で富川副知事はオスプレイについて、オーストラリアでの墜落事故や大分空港での緊急着陸などトラブルが相次いでいることから、原因が究明されるまで飛行を停止するとともに県外への配備を求めました。これに対し杉田官房副長官は、アメリカ側に万全な安全確保を求める考えを示し、訓練を行うことや沖縄県内に配備することなどに理解を求め、平行線に終わりました。また富川副知事が、普天間基地の早期の運用停止に向けた具体的なスケジュールを示すよう求めたのに対し、政府側は運用停止は名護市辺野古への移設計画と切り離すことはできず、沖縄県側の協力が必要だという考えを示しました。事故の多いオスプレイにつきましても、早急なですね、改善、そして、情報開示とも申し上げたんですが、原因究明と引き続きその再発防止については、県としてはその納得の得られる情報お答えはいただいてないと思っております。従来その沖縄県としては辺野古の状況と関係なく、そのあと2年弱になっていると、そういうことを申し上げました。政府としてはやっぱりあくまでも辺野古も含めて県民の理解が得られないとなかなか進められないという回答しか得られませんでした。これについては県とは全く見解を異にしていると思っております。これにつきましては引き続き要求していきたいと思っております。元部長でおととし72歳の女性を刺して殺害したとして殺人などの罪に問われている被告に対して、2審の福岡高等裁判所那覇支部は、1審の判決に事実の誤認は認められないとして、無罪を主張する弁護側と責任能力を認めるよう求めた検察側の双方の控訴を退ける判決を言い渡しました。元部長の元設備工石下啓介被告は、おととし2月、近くの住宅に侵入して、寝ていた当時72歳の女性をナイフで刺して殺害したとして、殺人などの罪に問われています。一審の那覇地方裁判所は、去年11月、懲役14年の判決を言い渡しました。これに対して検察側は、犯行当時の完全な責任能力が認められるべきだなどとして、また弁護側は、犯行当時は酒に酔っていて善悪を判断する能力が失われていて無罪だなどと主張して、双方が控訴していました。今日の2審の判決で福岡高等裁判所那覇支部の田宮敏郎裁判長は、1審の判決に事実の誤認は認められず、量刑が重すぎて不当だとは言えないとして、検察側と被告側双方の訴えを退けました。パイナップルです、はい、国頭村の小学生が地元名産のパイナップルの収穫を体験しました。体験会は農業に関心を持ってもらおうと JA 沖縄が開き、国頭村の佐手小学校と北国小学校の全校児童合わせて13人が参加しました。 JA の担当者が、パイナップルは植え付けから収穫までに2年かかることや、国内では沖縄本島北部や八重山諸島でしか生産されていないことなどを説明しました。この後児童らは畑に入り、農家の人たちのアドバイスを受けながら手でパイナップルをひねって収穫しました。よいしょ、もうちょっと、おー、できた。はい、ほとんどの児童が収穫を体験するのは初めてで、自分の顔ほどの大きさのパイナップルに歓声を上げていました。最後は全員で試食して、収穫したばかりの新鮮な味を楽しんでいました。甘い、でかいよ。甘い、甘い。手で取れるなんて思ってなかったから、なんか手で取れてなんかすっきり、なんか気持ちよく取れたのでびっくりしました。
この体験を通してですね、やっぱりあの農業を、まあ、ある程度身近に感じてもらって、またいろんな関心を持ってもらってですね、将来関連のある仕事についていただければ。きっとみずみずしくて美味しかったはずですよね。そうですね、ヤンバルで私も取れたてのパイナップル食べたことあるんですけど、はい、本当にみずみしい、羨ましいです、はいはい、さあでは変わって大相撲です、はい、大相撲秋場所は5日目、今場所から改名した中部農林高校出身の千代の王琴恵光と対戦しました。今場所改名した千代の王に琴恵光との対戦です。両者こう差し手を狙う中で突き落とし、千代の王の勝ち。千代の王が4勝1敗。勝ちましたよ、はい、千代の王突き落としで勝って4勝1敗となりました。続いてはホットアイフォーカスです。今日は平尾ディレクターとお伝えします。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。今日は沖縄の海に眠るあるお宝についてお伝えします。あるお宝。お宝、サンゴ礁の豊かな海。これはもう豊かなお宝ですよね。しかし今日お伝えするのはこのお宝ではないんです。じゃないんですか。はい、え、もっと深い場所、水深およそ1500メートル、見えますでしょうか。黒い煙が見えてきました。真ん中あたりですね。はい、もくもくしてますよ、うん、火山活動によって温められた熱水が噴き出している海底熱水鉱床です、うん、これが今日お伝えするお宝です。海底熱水鉱床がお宝、うん、このもくもくとしているものが、うん、そうなんです、あのこの実は熱水噴き出している周辺に金や銀、はい、レアメタルなどさまざまな貴重な金属が含まれているんです。この辺りにあるんですか。そうです、沖縄の海にこういったものがあると、ね、そうなんです。ちょっとびっくりですね、はい、こちら地図をご覧ください。この沖縄の西の沖合、この色をつけたような地点にあの海底熱水鉱床を次々と見つかっているんです。このピンクの辺りですね、はい、日本は金属資源が乏しい国として、はい、あの輸入に頼、あの金属資源を輸入に頼っていますので、沖縄の海底熱水鉱床は有望な国産資源として期待が高まっていて、はい、盛んに研究が今行われているんです。その最前線に迫りました。沖縄の海底熱水鉱床の調査研究を行っているのが国の研究機関ジャムステック海洋研究開発機構です。調査のグループリーダーを務める熊谷秀則さんです。沖縄トラフの、 あの熱水活動あるいは熱水交渉については注目が集まっていて、もちろん私どもも調査をしていますし、国内外の調査の関心も非常に高いという場所ということができると思います。なぜ沖縄沖で海底熱水鉱床が見つかっているのか、熊谷さんは地球を覆うプレートの動きが関係しているといいます。日本は4枚のプレートと呼ばれる巨大な岩盤の上に乗っており、沖縄近海にはフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでいます。プレートの沈み込みによって沖縄の地盤が引っ張られます。その結果、沖縄の西側にトラフと呼ばれる海底盆地ができ、そこにマグマが上昇してきます。マグマに温められた地下水には金属が溶け出し、噴出口から海水中に噴き出します。それが長い年月をかけて降り積もり、熱水鉱床となるのです。熊谷さんは、沖縄の熱水鉱床は、
開発に有利な条件が整っているといいます。沖縄トラフっていうのはまず先進国である日本に非常に近いということ、それから水深が1000メートルから2000メートルで他のところに比べると比較的浅いということで、そういうアクセスのしやすさ、近いこと浅いことっていうのが利用価値として非常に使いやすいということになると思います。熱水交渉からいかに効率よく資源を集めるか、野崎達夫さんはある新たな手法に注目しています。それは別の研究の中で偶然発見されました。海底に人工的に穴を開け熱水を噴出させたところ、自然界では数百年から数千年かけてできるチムニーと呼ばれる柱状の鉱床がたった4ヶ月でできたのです。チムニーができちゃった。チムニーができてしまった超巨大な、できなかったのに超巨大なチムニーができてる。どうやこんなチムニーが自然界では細いところから勢いよく熱水が噴出しますが、人工的に作った大きな穴からはゆっくりと大量の熱水が出ていることがわかります。野崎さんはこうした条件がチムニーの成長に適していたのではないかと見ています。これ我々が掘削口を掘ったことによって人工的にできているので、こういう例は世界で初めてです。ものすごい勢いでチムニーが成長しているので、じゃあこれを人工的に利用できないかということを考えています。さらに海底に見えている鉱床だけでなく、その地下により巨大な鉱床が眠っていることも初めて分かってきました。去年伊是名島の沖で行われた調査、掘削を行い海底の地下構造を調べました。コアと呼ばれる地盤の地質資料を取り出して分析を行ったところ、予想もしていなかった結果が得られました。上側が粘土などの水を通しにくい地層、その下に黄色く見える物質を含む層があります。鉱物を多く含む層です。これまで海底面に向かって上昇すると考えられていた熱水が、水を通しにくい層に沿って横に広く広がり、大規模な交渉になっていたことが分かったのです。我々のもともとイメージとしては、まずもっと熱水ってこう上に流れてるイメージだったんですね。下から上にこう扇形に流れてるイメージだったんですけれど、どうもそうではなくて、一部は上に出るんですけれど、一部はこう横に流れている。っていうのが結構僕らのイメージを覆すことでして、出来方がどうも今までと違うよって分かった時にはすごい戦場では興奮しました。この発見で海底熱水鉱床の資源量は当初考えられていたよりも桁違いに大きい可能性が出てきたのです。かなり大規模に連続にこの鉱床が海底下に存在しているということが分かりつつあります。ですので、我々が思っていたよりも、この海底下にはより大きな鉱床が眠っているという可能性があります。この海底熱水鉱床に、本当沖縄ですよ、に金属資源がたくさん眠ってる。はい、びっくりでしたね。期待が高まりますよね。でも輸入に頼っている日本の需要はどれぐらい満たせるんですか。これはい、国は商業化の可能性は十分あると見ているんですけども、はい、まだ明確なその資源量っていうのは分かっていないんです。うん、そこでですね、研究者たちこのようにその量を把握するためにも沖縄沖調査を繰り返しているんです。ですね、今月末には沖縄本島の西の沖合の方で幅広く熱水鉱床の分布の調査をする予定でいます。うん、
今平尾さんから明確な量はまだ分かっていないということでしたが、これ商業化する見通しあるんですか？あるんですか？はい、国は平成30年代の商業化目標として準備は進めているんです。この夏には世界で初めてですね、沖縄の海底熱水鉱床から大規模に鉱床を取り出す試験も行われました。沖縄の熱水鉱床は資源が乏しい日本にとって救世主となるのか、今後の研究の進展に期待が高まっています。はい、ここまでホットアイフォーカス、沖縄の近海にある有望な海資源、海底熱水鉱床について平尾ディレクターとお伝えしました。最後はホットスタンプです。はい、1枚目はこちらです。はい、妖精、妖怪、ミミリンさんからいただきました。ありがとうございます。これね、画面の真ん中ちょっと見てください、はい、多分顔みたいに見えるから。確かに見えますね、私目があったお盆での移動中、信号待ちの時に見つけました。少しドキッとしましたが渋滞で疲れ気味の車内が盛り上がり元気になりました。そうなりますそうですね。でも最初びっくりするかもしれない面白い。渋滞中でも目がパッチリと覚めますね。そうですね、はい、目が覚めそうミミさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続いてはパンプキンさんから宜野湾市にていただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ハーフ&ハーフということで、なんかピザみたいですね子供と散歩していて、ご近所のハイビスカスがすごいことになっていてびっくりしました確かにこんな花びらがあるんですね。これでもクォーターじゃないですか。ちょっと4分の1っぽく見えるけれども、9時から12時ですね。あ、そうですね。確かにね。高校では。はい。面白い、自然って面白いですね。こんなハイビスカスもあるんですね。はい。わ、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、3枚目は那覇市に行ってヒンタさんよりいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、また生えてる。また？また。我が家の雨どいには植物が生えています。以前、お隣のおじいさんに、これ抜いた方がいいさとアドバイスを受け根ごと抜いたのに、いつの間にやらまたこんな状態になっていますということでいただきました。生命力強いですね。はあ、なんかでもあの辺が環境いいのかもしれないですね。ちょうどこの辺り、この辺り鳥が来るんですかね。ああ確かに運んでくるのかもしれない、はい、明日金曜日もお写真たくさんお待ちしています。また6時10分にお会いしましょう。今夜の沖縄ホットアイ、この辺で失礼します。失礼します。失礼します。広島市のマツダスタジアム、プロ野球セントラルリーグ、広島カープが2年連続のリーグ優勝まで王手をかけて臨む DeNA ベイスターズとの一戦。現在3対2ベイスターズ1点リード。回は3回の裏、カープの攻撃、ワンアウト3塁、同点のチャンスです。今日カープが勝ち、タイガースが敗れると広島カープの2年連続8回目のリーグ優勝が決まります。この後三塁ランナーは動けません。これで2アウトです。この後7時30分からは総合テレビでお伝えしますが、総合テレビのサブチャンネルでは引き続きプロ野球中継をお伝えいたします。サブチャンネルをご覧になるにはリモコン、チャンネルボタンの上ボタンまたはプラスボタンを押してください。この後7時30分からは総合テレビでお伝えすることにしております。現在3対2ベイスターズが1点リードです。最大瞬間風速70メートル。非常人などの罪に問われています。事件を審理する裁判員裁判に向けて、今年3月からは裁判所と弁護士、それに検察官が証拠や日程などについて協議を重ねていました。那覇地方裁判所が裁判の日程を明らかにし、それによりますと、初公判は今年11月16日に行われ、その後2回の審理を経て12月1日に判決が言い渡される予定です。新里被告について弁護士は、遺体を遺棄した罪などは認めているものの殺人の罪は否認しているとする一方、起訴した検察側は殺意を持って犯行に及んだとしていて、裁判では殺意の有無などが主な争点になるものとみられます。新里被告が逮捕されてから1年4ヶ月、事件を審理する
裁判員裁判の開始が決まりました。捜査関係者によると、新里被告は逮捕直後、遺体を遺棄した容疑や殺害した容疑を認めていましたが、その後は黙秘を続けていたということです。一方、検察が起訴状で女性を刺したとするナイフは未だ見つかっていません。女性はなぜ被害に遭わなければならなかったのか、被告は法廷でどういう言葉を発するのか、事件の真相の解明に注目が集まります。続いては深刻な交通渋滞の緩和に向けた取り組みについてです。はい、沖縄本島では通勤時間帯に渋滞が激しいですよね。はい、そうですね。このようにで公共交通機関の利用が少ないというのがより渋滞を深刻にしているという一つの大きな原因となっています。はい、こうした状況を改善しようと路線バスで通勤したりラッシュの時間帯を避けた時差出勤をしたりして効果を調べる実証実験があさってから始まることになりました。実験を行う国は多くの企業の参加を呼びかけています。沖縄総合事務局はマイカーではなく路線バスで通勤したりラッシュの時間帯を避けた時差出勤をして県内で深刻な交通渋滞を解消する効果を調べる実証実験をあさってから1週間行うことにしています。今日、那覇市で開始式が行われ江崎沖縄北方担当大臣が挨拶をしました。皆さんこんにちは。公共交通の活性化が渋滞解消の一つの鍵を握っており県民意識をマイカーから公共交通機関利用へ変えていく必要があると考えている次第であります。関係者によると新里被告は逮捕直後遺体を遺棄した容疑や殺害した容疑を認めていましたがその後は黙秘を続けていたということです。一方検察が起訴状で女性を刺したとするナイフは未だ見つかっていません。女性はなぜ被害に遭わなければならなかったのか被告は法廷でどういう言葉を発するのか事件の真相の解明に注目が集まります。続いては深刻な交通渋滞の緩和に向けた取り組みについてです。はい、沖縄本島では通勤時間帯に渋滞が激しいですよね。はい、そうですね。このようにで公共交通機関の利用が少ないというのがより渋滞を深刻にしているという一つの大きな原因となっています。はい、こうした状況を改善しようと路線バスで通勤したりラッシュの時間帯を避けた時差出勤をしたりして効果を調べる実証実験があさってから始まることになりました。実験を行う国は多くの企業の参加を呼びかけています。沖縄総合事務局はマイカーではなく路線バスで通勤したりラッシュの時間帯を避けた時差出勤をして県内で深刻な交通渋滞を解消する効果を調べる実証実験をあさってから1週間行うことにしています。今日、那覇市で開始式が行われ江崎沖縄北方担当大臣が挨拶をしました。皆さんこんにちは。公共交通の活性化が渋滞解消の一つの鍵を握っており県民意識をマイカーから公共交通機関利用へ変えていく必要があると考えている次第であります。交通渋滞続いて県経営者協会の浅戸正俊会長が渋滞は経済にとっても損失で会員企業で協力に取り組みを進めたいと述べました。実験に参加する場合は通勤手段を変更する従業員の数などをあらかじめ登録してほしいと沖縄総合事務局は呼びかけていて一人からでも参加できるということです。実証実験に合わせて那覇市にある沖縄総合事務局の庁舎では渋滞の実態を紹介したパネル展も始まり県内の多くの児童生徒が学校に自家用車で送ってもらっているため夏休みの8月は学校周辺の渋滞が改善していることなど、ことなどが紹介されています。
政府と沖縄県などが沖縄の基地負担の軽減策を、また海上ではうねりを伴って波の高い状態まだ続いています。雨が上がっても波が高い間はマリンレジャーは控えるようにお願いします。はい、今後も台風情報や気象情報を確認して安全に作業などを行ってください。それでは各地の天気、今日の気温からお伝えします。最高気温です。那覇29度1分、久米島28度3分、宮古島28度1分、30度を下回り10月並みの気温です。南大東島は32度9分、最も暑い7月の気温を上回りました。警報です。本島地方と宮古島地方、そして八重山地方に波浪警報、宮古島市に大雨警報が出ています。明日昼前まで土砂災害に警戒してください。注意報です。ご覧の広い範囲に雷と強風の注意報、那覇市、南城市、榛原町には大雨注意報です。広い範囲に雷、強風、それに大雨注意報のところもあります。広く雷と強風、名護市に大雨注意報です。ご覧の地域に雷と強風、大東島地方に雷と波浪注意報が出ています。海上警報です。海上台風警報が東シナ海南部に、海上強風警報が沖縄南方海上と沖縄東方海上に出ています。明日の天気です。本島中南部北部久米島、雨、昼前から曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。大東島地方曇り、昼前から夕方は晴れ、ところにより昼前まで雷があるでしょう。降水確率は本島地方午前 60%、 午後 30%、 大東島地方午前午後 20% です。先島諸島です。宮古島地方曇り、昼前まで時々雨、後晴れ、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。石垣島地方晴れ、明け方まで曇りでしょう。与那国島地方は晴れるでしょう。降水確率は宮古島地方午前 50%、 午後 20%、 八重山地方は午前午後ともに 10% です。明日の気温です。予想最低気温は本島地方南大東島27度から28度、予想最高気温は本島地方今日より3度から4度高い32度、南大東島は33度。明日は高温注意情報が発表されました。急に暑くなりますので熱中症に特に注意してください。先島諸島です。予想最低気温27度から28度、予想最高気温今日より大幅に上がって32度から33度です。こまめに休憩と水分をとって熱中症を予防してください。引き続き影響が残る見通しです。空の便は今日これまでに琉球エアーコミューターの那覇空港や宮古空港、新石垣空港を発着する20便など航空各社で合わせて29便が欠航しました。航空各社によりますと台風が遠ざかっていることから明日は平常通りの運航を予定しているということです。また海の便は今日宮古島や石垣島と周辺の離島を結ぶ便と本島と周辺の離島を結ぶ便のほとんどの便が欠航しました。明日は多くの船会社が海や風の状況を見て運航を決めるということですが、那覇と粟国島を結ぶフェリーなど一部の便ではすでに欠航が決まっていて、引き続き台風の影響が残る見通しです。船会社では明日の朝ホームページなどで最新の情報を確認してほしいとしています。ここからは宮古島で取材を続けている鈴木記者に聞きます。鈴木さん、観測史上最も多い雨が降った宮古島です。昨日から今日にかけてはどういった様子だったでしょうか。はい、昨日から今日にかけての台風の様子なのですが、室内にいても風や窓に打ちつける雨の音がすごくて、今回の台風の強さ、また恐ろしさというものを実感しました。話を聞いた住民の一人は、窓の庇から雨が染み出てきて対応するのに一苦労でしたと話していました。はい、
鈴木さん、取材の中でどういった被害を目の当たりにしましたでしょうか。はい、一夜明けて市内を回ったのですが、台風の被害として特に目立っていたのが停電と倒木です。道路上には枝や葉がたくさん落ちていて、木が真っ二つに折れているのも見ました。ご覧のようにですね、現在も歩道上に大きな木が覆われているのが確認できます。また停電に関してなんですけれども、今回の台風では長時間にわたって停電が起きていて、住民や観光客が不安そうな表情を浮かべていたのが印象に残りました。はい、停電でやはり不安だという気持ちもあったかと思いますが、取材を通じてどういったことが台風への備え、はい、必要だと感じましたか。はい、停電もそうなのですが、その際にスマートフォンで、台風の情報を得ようとしていた住民の方がいた。市の沖合の方で幅広く熱水鉱床の分布の調査をする予定でいます。今平尾さんから明確な量はまだ分かっていないということでしたが、これ商業化する見通しあるんですか。あるんですか。はい、国は平成30年代の商業化目標として準備は進めているんです。この夏には世界で初めてですね、沖縄の海底熱水鉱床から大規模に鉱床を取り出す試験も行われました。沖縄の熱水鉱床は資源が乏しい日本にとって救世主となるのか、今後の研究の進展に期待が高まっています。はい、ここまでホットアイフォーカス、沖縄の近海にある有望な海資源、海底熱水鉱床について平尾ディレクターとお伝えしました。最後はホットスタンプです。はい、1枚目はこちらです。はい、妖精、妖怪、ミミリンさんからいただきました。ありがとうございます。これね、画面の真ん中ちょっと見てください、はい、多分顔みたいに見えるから。確かに見えますね、私目があったお盆での移動中、信号待ちの時に見つけました。少しドキッとしましたが渋滞で疲れ気味の車内が盛り上がり元気になりました。そうなりますね。そうですね、でも最初びっくりするかもしれない面白い。渋滞中でも目がパッチリと覚めますね。そうですね、はい、目が覚めそうミミさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いてはパンプキンさんから宜野湾市にていただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ハーフ&ハーフということで、なんかピザみたいですね子供と散歩していて、ご近所のハイビスカスがすごいことになっていてびっくりしました確かにこんな花びらがあるんですね。これでもクォーターじゃないですか。ちょっと4分の1っぽく見えるけれども、9時から12時ですね。あ、そうですね。確かにね。高校では。はい。面白い、自然って面白いですね。こんなハイビスカスもあるんですね。はい。わ、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ3枚目は那覇市に行ってヒンタさんよりいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あれまた生えてる。また、また、我が家の雨どいには植物が生えています。以前お隣のおじいさんにこれ抜いた方がいいさとアドバイスを受け根ごと抜いたのに、いつの間にやらまたこんな状態になっていますということでいただきました。生命力強いですね。そうね。なんかでもあの辺が環境いいのかもしれないですね。ちょうどこの辺りね、鳥が来るんですかね。ああ確かに運んでくるのかも。明日金曜日もお写真たくさんお待ちしています。また6時10分にお会いしましょう。今夜の沖縄ホットアイ、この辺で失礼します。失礼します。失礼します。通してですね、やっぱり農業を、まあ、ある程度身近に感じてもらって、またいろんな関心を持ってもらってですね、将来関連のある仕事についていただければ。きっとみずみずしくて美味しかったはずですよね。そうですね、ヤンバルで私も取れたてのパイナップル食べたことあるんですけど、はい、本当にみずみずしい、羨ましいです、はいはい、さあでは変わって大相撲です、はい、大相撲秋場所は5日目、今場所から改名した中部農林高校出身の千代の王、琴恵光と対戦しました。今場所改名した千代の王に琴恵光との対戦です。両者こう
差し手を狙う中で突き落とし、千代ノ皇の勝ち。千代ノ皇が4勝1敗。勝ちましたよ。はい、千代ノ皇を突き落としで勝って4勝1敗となりました。続いてはホットアイフォーカスです。今日は平尾ディレクターとお伝えします。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。今日は沖縄の海に眠るあるお宝についてお伝えします。あるお宝。お宝。サンゴ礁の豊かな海。これはもう豊かなお宝ですよね。しかし今日お伝えするのはこのお宝ではないんです。じゃないんですか。はい。え？もっと深い場所、水深およそ1500メートル、見えますでしょうか。黒い煙が見えてきました。真ん中あたりですね。はい、もくもくしてますよ。火山活動によって温められた熱水が噴き出している海底熱水鉱床です。これが今日お伝えするお宝です。海底熱水鉱床がお宝、このもくもくとしているものが、そうなんです。あのこの実は熱水噴き出している周辺に金や銀、はい、レアメタルなどさまざまな貴重な金属が含まれているんです。この辺りにあるんですか。そうです。沖縄の海にこういったものがあると、ね、そうなんです。ちょっとびっくりですね。はい、こちら地図をご覧ください。この沖縄の西の沖合、この色をつけたような地点にあの海底熱水鉱床を次々と見つかっているんです。このピンクのあたりですね。はい、日本は金属資源が乏しい国として、はい、金属資源を輸入に頼っていますので、沖縄の海底熱水鉱床は有望な国産資源として期待が高まっていて、はい、盛んに研究が今行われているんです。その最前線に迫りました。沖縄の海底熱水鉱床の調査研究を行っているのが、12月1日に判決が言い渡される予定です。新里被告について弁護士は、遺体を遺棄した罪などは認めているものの殺人の罪は否認しているとする一方、起訴した検察側は殺意を持って犯行に及んだとしていて、裁判では殺意の有無などが主な争点になるものとみられます。新里被告が逮捕されてから1年4ヶ月、事件を審理する裁判員裁判の開始が決まりました。捜査関係者によると、新里被告は逮捕直後、遺体を遺棄した容疑や殺害した容疑を認めていましたが、その後は黙秘を続けていたということです。一方、検察が起訴状で女性を刺したとするナイフは未だ見つかっていません。女性はなぜ被害に遭わなければならなかったのか、被告は法廷でどういう言葉を発するのか、事件の真相の解明に注目が集まります。続いては深刻な交通渋滞の緩和に向けた取り組みについてです。はい、沖縄本島では通勤時間帯に渋滞が激しいですよね。はい、そうですね。このようにで公共交通機関の利用が少ないというのがより渋滞を深刻にしているという一つの大きな原因となっています。はい、こうした状況を改善しようと路線バスで通勤したりラッシュの時間帯を避けた時差出勤をしたりして効果を調べる実証実験があさってから始まることになりました。実験を行う国は多くの企業の参加を呼びかけています。沖縄総合事務局はマイカーではなく路線バスで通勤したりラッシュの時間帯を避けた時差出勤をして県内で深刻な交通渋滞を解消する効果を調べる実証実験をあさってから1週間行うことにしています。今日、那覇市で開始式が行われ、江崎沖縄北方担当大臣が挨拶をしました。皆さん、こんにちは。公共交通の活性化が渋滞解消の一つの鍵を握っており、県民意識をマイカーから公共交通機関利用へ変えていく必要があると考えている次第であります。交通渋滞続いて県経営者協会の浅戸正俊会長が、渋滞は経済にとっても損失で会員企業で強力に取り組みを進めたいと述べました。
実験に参加する場合は通勤手段を変更する従業員の数などをあらかじめ登録してほしいと沖縄総合事務局は呼びかけていて、一人からでも参加できるということです。広く雷と強風、名護市に大雨注意報です。ご覧の地域に雷と強風、大東島地方に雷と波浪注意報が出ています。海上警報です。海上台風警報が東シナ海南部に、海上強風警報が沖縄南方海上と沖縄東方海上に出ています。明日の天気です。本島中南部北部久米島、雨、昼前から曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。大東島地方曇り、昼前から夕方は晴れ、ところにより昼前まで雷があるでしょう。降水確率は本島地方午前 60%、 午後 30%、 大東島地方午前午後 20% です。先島諸島です。宮古島地方曇り、昼前まで時々雨、後晴れ、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。石垣島地方晴れ、明け方まで曇りでしょう。与那国島地方は晴れるでしょう。降水確率は宮古島地方午前 50%、 午後 20%、 八重山地方は午前午後ともに 10% です。明日の気温です。予想最低気温は本島地方南大東島27度から28度、予想最高気温は本島地方今日より3度から4度高い32度、南大東島は33度。明日は高温注意情報が発表されました。急に暑くなりますので熱中症に特に注意してください。先島諸島です。予想最低気温27度から28度、予想最高気温今日より大幅に上がって32度から33度です。こまめに休憩と水分をとって熱中症を予防してください。週間予報です。台風や湿った空気の影響の残る本島地方、大東島地方でも土曜日ごろから天気回復してくるでしょう。日曜日には晴れるところが多くなりますが、日曜日にかけて海上では大しけとなるところがあります。マリンレジャーなどは控えるようにしてください。気象情報をお伝えしました。ニュースを続けます。沖縄で去年4月、アメリカ軍の元軍属の男が20歳の女性に暴行を加えて乱暴しようとした上殺害したとして殺人の罪などに問われている事件の裁判員裁判は、今年11月に初公判が行われ、12月に判決が言い渡されることになりました。裁判では殺意の有無などが主な争点になるものとみられます。アメリカ軍の元軍属ケネフ・シンザト被告は去年4月、うるま市の路上で当時20歳の会社員の女性に暴行を加えて乱暴しようとした上殺害したとして殺したけれども、雨もですねすごかったですね。そうですよね、うん、宮古島市では24時間に降った雨の量が多いところで500ミリを超え、気象台は宮古島市で50年に一度の記録的な大雨という情報を発表しました。宮古島地方に台風が最も接近した昨日からの雲の動きを見てみたいと思います。はい、強い台風18号は昨日午後5時ごろ宮古島の東北東50キロにまで近づき、この頃最も接近したとみられます。はい、その後台風の目がはっきりとしてきます。そうですね、午後7時には非常に強い台風に発達しました。はい、非常に強い台風になったということなんですが、今回、これだけの雨が降ったというのはなぜでしょうか。はい、大きな理由の一つがですね、大陸の高気圧が台風の行く手を阻んで台風の動きがゆっくりだったためなんです。高気圧が行く手を阻んだ。そうなんです、うん、このため長時間暴風と大雨が続きました。はい、宮古島市グスクベで今日午前6時までの24時間に533ミリ、宮古島で479ミリの雨が降りました。いずれも観測史上最も多い雨の量です。うん、観測史上最も多い、もう本当に記録的な大雨だったんですね。そうですね、うん、はい、今後この雨や台風進路どうなるでしょうか。はい、宮古島地方の雨一旦小康状態となりますが、台風の南側の雨雲がかかる恐れがありますので、今後も警戒が必要です。また台風はですね、明日には進路をこう東寄りに、ね、変えるとみられます。はい、でこの進路を変える地点
そしてタイミングによっては本島地方で雨や風が影響が残る可能性があります。ちょうど赤い線は本島地方にかかってますね。そうなんですよね、はい、明日以降の予報円また大きくなってますよね。これそうですね、はい、あの予報が定まっていないという証拠なんですね、はい、まあ、今後も最新の台風情報を確認してください、うん、今後はあのどういった点に注意して情報を得たらいいですか。そうですね、うん、こちらご覧いただきたいと思うんですけれども、はい、これまでに大量の記録的な雨が降っています、はい、少しの雨でも崖崩れなど土砂災害が起きる可能性がありますので危険な場所には近づかないようにしてください、はい、台風で折れた枝先ほども中継でありましたね。そうですね、はい、屋外での作業をされる方が多くなると思うんですが明日からまた気温が高くなると見られます。上がるんですね、はい、屋外での作業中は熱中症に十分注意してください、はい、また海上ではうねりを伴って波の高い状態まだ続いています。雨が上がっても波が高い間はマリンレジャーは控えるようにお願いします、はい、今後も台風情報や気象情報を確認して